ちは。やば。こんなに来てくれるなんて。こんにちは。あ、いっぱい。こんにちは。こんばんは。こんにちは。あ、いっぱい。あ、こんにちは、おけいさん。すごい。こんなに、白熊さん、こんにちは。なんか来てくれると思ってなくて嬉しい。あ、じゃあまず自己紹介をさせていただきたいなと思います。あ、スマタンさん、こんにちは。この度、NMB48 10期生オーディションに参加しました、13番サーティンってあだ名を自分でつけてみたんですけど、もう本当に呼び方ないか、これで呼びたいなっていうものがあったら全然言ってください。で、軽く自己紹介をしますと、13番中学3年生の14歳です。大阪府出身の155センチ B 型です。よろしくお願いします。なんか自分がこんな映ってることがすっごい嬉しいし緊張する。あと、なんか言うことあるっけ。あ、そう、なんか皆さんに拡散をしてほしくて、私が NMB48 に入るお手伝いをしていただきたいなと思ってます。あ、反転大丈夫そうですか。これなんか反転とかめっちゃ気になるんですけど、なんて、してないか。ぜひ教えてください。大丈夫かな。ちょっと、あ、問題ない。ありがとうございます、おまれさん。なと、ハッシュタグサーティンがナンバーワンっていう、あ、ありがとうございます。こちら側は判定してない。サーティンがナンバーワンっていうハッシュタグで、拡散をお願いしたくて、で、すっごいこれも悩んだんですけど、ナンバーとナンバーワンっていうのをちょっと他に過去とかにそういう欠けてることを言ってた人がいたら本当に申し訳ないんですけど、ごめんなさい。これは自分で考えさせていただきました。ハッシュタグサーティンがナンバーワン、ナンバーは、ひらがなで、ワンは普通の1で、拡散ぜひぜひ X など等お願いしたいなと思います。こんなに300人以上の方々が見に来てくれるなんて、こんにちは、こんにちは。あ、初めまして、初めまして。他にやってる人いるかな。ちょっとまだ見れてないんですけど、何も。あ、今日はツインテールにしてみました。どうですか。わあ、もうすごい、400人ぐらい。ありがとうございます。こんなお忙しい中見ていただいて本当に嬉しいです。どう、てっぺん取ったんで似合いそう。ありがとうございます。前髪いいね、イメージ変わる、白熊さん、ありがとうございます。そう、なんかそのオーディションの時にあの写真アイコンみたいなやつ撮ってもらったんですけど、すっごい悩んだ挙句前髪を流してみたんですね。で、いざ写真見たらあんまり似合ってない感じがしちゃって、自分ですっごいショックになって、で、まあ今回は前髪を下ろそうということで、ちょっと前髪も切ってね、今若干おんまゆ気味の前髪になってます。どうですか。こんにちは、こんにちは。初見です、ありがとうございます。あと10分ごとぐらいに自己紹介の方をさせていただきたいなと思うので、ぜひぜひ
あの覚えてってください、名前だけでもね。でこれはあの結構合否に関わる、オーディションの合否に関わることなので、ぜひよければ私にハートマークとかお願いします。あ、おでこさん社員さん、オーディション初めてですか？そうですね、NMB48 さんのオーディション自体は初めてで、で、なんかいきさつ、成り行きとか全部話したいと思うんですけど、私はもともと韓国のアイドルを目指してずっと練習してきてて、で、ある時にテレビで渋谷凪沙さんを見てすっごい気になってめっちゃ調べたんですね。そしたら、まあ、NMB48 っていうグループがあるんだっていうことを知って、それが12月ぐらいかな、結構最近なんですけど、そこで知って調べてたら、なんかオーディションやってると思って、それまでに韓国のオーディションはいっぱい受けてきたことはあるんですけど、その日本のアイドルっていうのが初めてで、ちょっと挑戦っていうか新しい道として受けてみようかなと思って受けてみました。で今ここにいます。すっごい嬉しいです。こんなみんな皆さんも見てくれて、はあ、今皆さんは何中ですか？お仕事終わった方とかもいるのかな。5時、うん、こんにちは、頑張れー、こうさんありがとうございます。はあ、こんにちは、こんにちは。おでこさん、社員さん、韓国語話せるのっていうことなんですけど、そうですね、韓国語も練習っていうか勉強してたので少しは喋れます。休憩中です。あ、ありがとうございます、そんな休憩中に見てくださって。そう、韓国語なんですけど、自己紹介とかちょっとの聞き取りと返事とかはできます。ちょっと話してみましょうか。恥ずかしい。안녕하세요저는사틴입니다덕진은으스레생기는퍼저게입니다열심히하겠습니다잘부탁합니다 恥ずかしい。今言ったのは、こんにちは、サーティンです。特徴はここにでき、ちょっと見にくいんですけど、エクボです。精一杯頑張ります、よろしくお願いしますって言いました。キッドさん、お、すごいね、ありがとうございます。そう、だからその NMB48 さんについて調べてた時に、大阪から世界へっていう今キャッチコピーみたいなあるじゃないですか、それにすっごい私は貢献っていうか参加して、その世界に広めれるお手伝いをしたいなと思いました。でも最近知ったばっかなので、 NMB48 に詳しいのかは分かんないですね。おでこさん、しんさん、 NMB48 はインバウンドに力を入れてるから率先力になるかもね、頑張ってください。ありがとうございます。だ、率先力なんて、あ、嬉しい。皆さんありがとうございます。何中かとかめっちゃ言ってくれる。お、なんだこれ、ランク10位まであと1553ポイント。そんな10位。いや、結構先から人が増えたので、もう一回自己紹介を言いたいと思います。あ、ごめんなさい。シンジカリーさん、好きな先輩いますか？なんですけど、今一番好きで憧れてるのは塩月ケイトさんです。なんか NMB48
を最近知ったっていうのもあって、まだ全員の情報が頭に入ってるわけではないんですけど、結構自分の中では大研究して、その中でも一番私が輝いて見えてすごい憧れるなと思った方はしあつきケイトさんです。めっちゃ可愛いですよね。すっごい顔とかも可愛いし、なんかライブ中とかも面白いこと言うけど可愛いみたいな。今もね、あのダブルセンターですっごい可愛いそんな感じになれるように私も頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ800人を超えたので自己紹介したいと思います。この度 NMP48 10期生オーディションを受けました13番サーティンです。14歳の中学3年生です。大阪府出身 B 型です。で、ぜひよければこのサーティンがナンバーワンっていうハッシュタグで拡散してもらえたら嬉しいですこのナンバーワンはナンバとナンバーワンをかけてます。ちょっと他に過去とかにそれを使ってる人がいたらすっごい申し訳ないんですけど、これは自分で考えさせていただきました。なんかいっぱいコメントくれる方とかはお名前覚えたいので、こうやってメモして、ちょっと次来てくれた時に覚えてるよって言えるようにちょっと覚えます。ぜひね、コメントいっぱいして次やる時も来てもらえたら嬉しいです。すごい、900人も見てくださってるのが嬉しい。こんなずっと喋りっぱなしやったらめっちゃ喉乾く。何か質問等あれば何でも、答えれる範囲ならお答えします。こんな忙しい時間帯に来てくださってありがとうございます。こんにちは、こんにちは。いや、フォローしましたっていうなんか報告っていうか出てくるやつがめちゃくちゃ嬉しい。すごい、あのショールームも初めてで、それまでこのショールームをやりましょうみたいなオーディションであるじゃないですか。それが来るまで何も知らなくて、ショールームって何って感じだったんですけど、この頃その NMB さんのショールーム見て研究して、めっちゃいいあれやなって、いいサイト、何、いいイベントやなって思いました。こんなにファンの方とねおしゃべりできる機会なんかないじゃないですか。それをいつでもどこでもできるっていうのがすっごいいいなって思いました。フォロワー数200人達成ありがとうございます。ぜひぜひいっぱいフォローお願いしますみんな外なんかな、家なんかな、外で見てるとか、あ、でもあるか、仕事の休憩中って言ってくださった方もいたから。973人も見てくれて、なんか話すことあるかな、めっちゃ考えてたんですけど今全部飛びました、緊張で。やばいやばい、待って待って、めっちゃ喋ろうと思ってたのに。桜咲くさん、こんにちは。スーパンダさん、こんばんは、頑張ってね、ありがとうございます。早川さん、初見です。私もそんなこと言ったらダメですね。私も初見なんか1回目なんで
みんな初対面ということでね、ぜひ仲良くおしゃべりできたら嬉しいです。マムちゃんさん、はじめまして。はじめまして。なんかしゃべるっけ。アッスーさん、こんにちは。なんかしゃべる、なんかしゃべる。あ、はい、あ、はい、私は習い事を結構してるんですけど、今のところできるっていうか、まあ、特技と言えるのはずっと3歳から習ってるバレエと、あとは5歳ぐらいかなってるピアノです。でダンスと歌も今習ってて自信はあります。やっぱりその韓国を目指してたんですけど、その韓国に特化したレッスンだったりとかダンスのところに行って学んだんですけど、やっぱりみんな韓国っぽいんですよね。もうスタイルが細くて、顔もこんなちっちゃくて、全員そんな感じで、でもこの NMB のオーディション行った時に、もちろん全員みんな可愛いんですけど、なんか違うんですよね。どっちも可愛いんですけど、韓国の方はやっぱり綺麗系が多かったりだとか、あとはもうなんか髪の毛もめっちゃクリクリじゃなくて、なんかストレート起きたてですみたいな、なんかナチュラルさ、あ、そうそう、言いたかった、わかった。ナチュラルさが韓国には、韓国を目指している子にはあって、 NMB を目指している子は本当に自分を見せに来たって感じ。もうそれこそこういうツインテールだったりだとか、フリフリの洋服着てたりとか、めっちゃみんな可愛かった。ただの感想になっちゃった、ごめんなさい。うわ、1000人以上も見てくださってる、ありがとうございます。ゆうたかさん、こんにちは。こんにちは。さや姉さん、こんにちは。こんにちは。あ、そうで、NMB48 は結構最近知ったばっかりなんですけど、お姉ちゃんがもともと好きで、 NMB48 さんのこと結構昔の第2期生とかの時期の NMB が好きなんですけど、その映像とかも全部見せてもらったんですよね。本当にみんな可愛い。なんかやっぱ韓国とは違う可愛さがある。だからもうずっとこの頃もNMB さんの楽曲を聴いてます。皆さんは何中ですか？見えない。めっちゃ喉乾く、どうしようどうしよう。いまいちこのショールームの使い方っていうか、やり方も理解してなくて、何をすればいいかも分かんないし、何喋ってもいいか分からないんですけど、ぜひコメントをして助けてください。なんか質問してくれたら、その話で何分か話せるかもしれへんから。じゃあまた10分経ったので、と自己紹介の方させていただきます。とこの度 NMB48 10期生オーディションに参加しました。13番の13です。13なんで13です。ぜひ違う呼び方がいいだとか、違うのあるよってなったら、それで呼んでください。と14歳の中学3年生です。大阪府出身 B 型です。
で、ぜひこのハッシュタグサーティンがナンバーワンっていうので拡散お願いします。こんにちは、こんにちは。すごいいっぱいみんな来てくれた。あれですね、結構名前が推しの人とか多いですね。何々ちゃん推しとか、皆さん NMB のこと知らない人もいるかもしれないけど、知らない詳しくない人とかいるかもしれないんですけど、誰が一番好きとかありますか？誰推しでしょうか？聞きたい。やっぱりなんか全員見てて全員違う雰囲気があったりだとか、やっぱりそれこそ面白い担当とか可愛い担当、ぶりっ子担当とかいっぱいいるじゃないですか。その中に入るってなったら怖いけど頑張ります。山ちゃんさんフォローしましたので頑張ってくださいね。ありがとうございます。こういう頑張ってメッセージもすっごい嬉しい。皆さんは NMB48 誰推しですか？ぜひね、このうちから私のことを推してくれたら頑張るので、誇らしげにあのもともとサーティンちゃんのファンだったんですよみたいな、そのオーディションの時から好きでみたいな言って誇りを持ってもらえるように頑張りたいです。ちなみに私はと最近知ったばかりやけど、一番見てて憧れるな、可愛いなと思ったのはしおつきケイトちゃんです。とゼロさん、こんにちはフル。こんにちはフル。すごい、なんかみんなあれですね、ダジャレじゃないけどくっつけて、めっちゃ面白い。何それ、私も作ろうかな。こんにちはは、こんにち、なんかあるありますか。面白い挨拶。サーティン、なんか書きようがない、サーティンって。私は AKB48 グループを全て応援してます。すごい、山ちゃんさん。 NMB48 は以前までは山本彩子さんを推してました。かっこいいですよね、めっちゃかっこいい。なんかかわいいけどかっこいい。かっこいい部分の方が多そうに見えて、かわいい部分もあるみたいな、めっちゃいいですよね。ゼロさん、こんにちは。忘れん坊、忘れん坊ね、私めっちゃ忘れん坊なんでいいかもしれない。こんにちは忘れん坊、なんかめっちゃこういうこんにちはすれんぼってやったら良さそう。恥ずかしくなっちゃう。現役だった遠足の2人で卒園だったあやんかい推しですね。りゅうやんちゃんさん、りゅうやんさん、すごい、みんなこんにちは、こんにちは。やっぱりみんな NMB48 が好きで見に来てくださってるのかな。それで1000人超えるってすっごいですよね。ちょっと一回切ります。